昔からこうやって墓を建ててやっとったよね。こうやってさせて。だから本格的なんですよ。みんながそんな墓をやっとるやり方ももうしてないはずなんだよ。そんな1、2、3円しかない。3円、4円。そうでしょう。もう今はもうああやってね。軒下。軒下でやるんだけど、だから家具はもう丸く違う。夕方ぜひ来ます。これは短いんですけど、長い藁はものすごく長いよ。あれ編んだ藁は。ああ、そうですね。これは半分極紙のやつ編むために今これ。こういう藁を編める人も少なくなってるでしょう。そう、いない。本当にいなくなった。と思って今手元を取らせてもらってます。締め縄を作るね。人が編む人がいないもんね。今締め縄を作らへんの神社に。神社がこの鳥居にこんなやつ作るんだけど、藁がないちって作る。このレンガ木やってる家自体ももうだいぶ減ってるって話ですよね。減ったね、こんな美味しいものを大口のねとこは2軒行ったもんね、だんだん僕らも今元気でやるだけで来年どうなるか分からない。すごいっすね。1メーター20ってとこですかね。全部手で買って、さにかけて干して、雨当たるとこそこに点々がついちゃって、雨当たらないようにして。もう一回これ編み替える。きれいな感じ。その用意してる。もうこういう技術が本当廃れないようにしないと。まあ、でも若いもんやらないですよ。やらないでしょうけどね。勤めとってはできんよ。本当に僕らも勤めとって、勤めとってもやってたんですけど、その頃は若いで。この休み明けになるとみんな取り込まってる。2人かかってないってことだいぶ。私もやっと会社が休みになって今日あたりと思って。いや、
バンバン、あれにいっぱい入ってた。前に見つけて、ツイートとしてもいいよ。